心はゆるっと、気付けはシャキッと、しつけ大好き山宮ひろこです。こんにちは。今日は先日のズーム講習の時にちょっと質問のあった着物の長襦袢の襟肩開きということについて、ちょっと私の知ってる範囲で皆さんにご説明できたらなと思っています。今日はそこのところ。それでは行っちゃうよ。山宮ひろこは本気の着付け教室ズーム講習オンラインサロンやってるよ。これはうちのお店にあった振袖用の長襦袢です。特に襟芯も入れてなくて、白襟だけはついています。塩背の襟がついていて、何も補正も何もしていない、肌着も身につけていないボディにちょっと乗せているだけです。襟肩開きの話をして、そしたら襟肩開きって何ですかっていうようなご質問がありました。襟肩開き、こうして襟を乗せた時に、ここは肩山、それはわかりますか？お袖を通した時に肩の山です。肩山があります。そして襟がついています。それの襟と肩山が交わるところまでを襟肩開きとよく呼ばれると思います。実は私は和裁ができないんです。なのでこれは着付けをやっていく段階で一つ一つ覚えたという程度のことです。ですが、この襟、仕立てによっていろいろ襟肩開きの場所も違うし、そして繰り越しというものがあります。襟肩開きはここで、この丸み、要するに襟を下げる分のことを繰り越しというのだと思います。切り繰り越しとか呼ばれることもあると思うんですが、切れ目を入れて襟を少し下げて丸みをつけているんですね。この襟、これは振袖さんなので少し襟が抜けることを想像して、おそらく縫った人も縫っている長襦袢です。そのために訪問着の長襦袢よりも少し繰り越しというものが大きくて、後ろに抜くのが楽に綺麗に抜けれるようになっていると思います。これは仕立ての問題。今襟がついていないものですが、留め袖用の長襦袢、これあまり襟がこう小さい、 R が小さくなっているので、抜こうと思うとかなり肩山が後ろに下がってきてしまいます。留め袖をお着せする場合、やはり少し襟を抜きますから、その襟を抜いた状態によっては肩山がだいぶ後ろに下がったような感じになりやすいかもしれません。そこなので、仕立ての長襦袢の仕立ても少し考えて襟を抜く必要もあるかもしれないですね。あとはお客様の首や肩、お体型にもよります。そしてこの襟肩開きと繰り越しと言われる R の付き方によって、さっきのご覧いただいた長襦袢振袖用とはちょっとこちらのが平らだなと私は感じています。これは花嫁さんの長襦袢です。花嫁さんの長襦袢は肩山が今肩のところにありますが、だいぶスッと抜いた状態でこうしておいても無理がないような感じがします。おそらく繰り越しと言われるものが今までのどれよりも大きくてゆったりとできていて、襟を抜きやすいように仕立てられている長襦袢なのだなと感じます。このようにお仕立てによってお着物ももちろんですが、長襦袢の襟の抜き加減などなどもだいぶ無理が生じてしまうようなものも中にはあるかもしれません。で、
この補足にはなりますが、花嫁さんの袖付けなんですが、よく付け違いと言って、前の袖付けの丈と後ろの袖付けの丈が違う、このような状態になっていることが多くございます。これはおそらく襟をしっかり抜いたときに、花嫁さんらしくしっかり抜いたときに、抜いてこの袖付けが合う、というようなことを想像されて、縫う方も作っているのではないかな、と思っています。たくさんいろんな着付けをするようになったら、長襦袢によっていろいろ違うんだな、と私は着付けをすることによって、そんな発見がありました。最後に、大人のボディではありますが、七五三の7つのお子さんの肩上げがされている長襦袢をボディにかけてみました。こうしますと、肩山を肩に合わせようと思うと、襟は全く抜くことができません。こういったお子さんの着物は、襟を抜くことを考えていないんだと思います。この襟の作り方は、男性の襟もそうですね。お着付けのお稽古をするときに、男性の襟は首に沿わせてってきっと教わると思うんですが、そうするとしっくりくるんですが、これをあまりにもたくさん抜こうと思うと少し無理が生じてくるかもしれません。そしてその時は後ろと合わない時、そんな時は前が丈が長くなってしまう。そんなこと経験したことがありませんか？だからといってやっぱり振袖は華やかに襟も抜きたいなって思ったり、乙女袖はきちんと襟も抜いて豪華に華やかに着せたいなって思うと、長襦袢の襟の襟肩空き繰り越しとちょっとマッチしない襟になることもあるかもしれません。そうするとこの襟引き分が前が上がるわけです。後ろが下がって前が上がる。それも調節しながらお着せして無理がないようになさればいいとは思うんですが、そんなことも知っておくと慌てずにお着せすることができるかもしれません。長襦袢、今は中国製で廉価バージョンのまるっきりこういうのがない浴衣なんかも、襟肩空き繰り越しがないような、なんていうんですかね、襟肩空きのところから繰り越しがこうない、そういった仕立ての長襦袢もかなりたくさん売られていると思います。ですがまるっきり襟抜きをしないで振袖を着せるなんてこともございませんから、そんな時少しこう前が上がってしまってもおかしいのかなって思わずに、これはこういう襟の仕立てで、それよりももう少し私たちが着せる時に抜きたいって思っているから前が上がってきてるんだなっていうことを知っていたら、きっと慌てずに対処できると思います。そんなことも考えて知っておくと一つ便利なことです。慌てずに襟肩空きは襟の肩山と合うところ、繰り越しがたくさんあると襟抜きはしっかりしても無理がない感じ、襟抜きがない着物でももし襟抜きをしたいと思ったらして、前が上がってしまっても慌てずに対処する。前が上がってしまうと短くなっちゃうけれど、後ろを上げて床水平にして、それでも大丈夫なような丈にしてあげる。そんなことも考えながら着付けをやってみよう。さあ今日はズームの講習で質問をいただいた襟肩空き繰り越し、そんなことについてちょっとお話ししてみました。私は甚だ残念ながら和裁をすることができないので、もっと詳しくきちんと教えてくださる方がいたら、ぜひ投稿して書き込みしてくださいね。そして私にも教えてください。なかなか和裁のお勉強までに至らない私ではありますが、少しずつ着付けをたくさんすることによっていろんなことの疑問を解決していくと、縫い方、和裁の仕方、そんなことも少しずつ知ることができるようになりました。ぜひこんな知識も少しずつ自分の中に入れながら着付けができると、きっといい着付けができると思います。ぜひぜひ和裁の勉強もしたいなってこの頃思っている山宮浩子でした。というわけで皆さんに元気注入して、そろそろバイバイです。それでは元気